ここで試合終了のホイッスルです。浦和対広島のゲーム1対2広島が勝利しました。ほっとしたっていうのがありました。まあ、勝ちを積み上げて、まあ、レッズ戦で勝てばっていうところがあった中でしっかり勝つことができましたし、このチームであの舞台に立てるっていうのは本当に夢のような気持ちでいっぱいでした。なんか本当に新加入なのかなっていう、なんかもともといたのかってぐらい本当溶け込んでて、まあ、本当その3選手が率先してこう今まで自分がやってきたことをしっかりこのレジーナで出し切ってくれてることは、まあ、すごくみんな刺激にもなっていますし、この度アルビレックスのリオダリーに参加しました川崎直美です。新潟にタイトルをっていうのは自分自身の目標としてやりたいなっていうふうに思ってます。気持ちが下に行きそうな時にやっぱ直美選手であったり杉田亜美選手が、まあ、まだやれるとかそういうことを言ってくれるので本当にチームとして本当にすごいありがたい存在が入ってきてくれたなというふうに思います。まあ、あの5試合目だけ見ると本当に劇的な決勝進出っていう形だったとは思うんですけど、ただあのグループリーグ5試合あの戦った上での決勝進出だっていうふうに思っていますし、まあ、結構他力になってしまったんですけど、あの決勝進出って聞いた時は、まあ、本当に正直嬉しかったですし、まだ試合ができるっていうのが本当嬉しかったなっていうふうに思います。今シーズン始まるときに本当にタイトルを取りたいっていう気持ちはこれまでにないぐらい強く思っていたので、私はとにかくこのチームに来て新潟にタイトルをっていうその目標を掲げてきたので、そこの部分は全く変わっていないですし、自分たちでしっかり決勝という舞台を掴み取って、そこへのモチベーションも高いですし、まあ、そこに向けていい準備ができていると思います。もうここまで来たら最後は気持ちの部分だと思いますし、キックオフするまでは練習のところで落とし込みはしますけど、最後の決勝の舞台では気持ちっていう部分がすごく大切になってくると思いますし、こう広島のために戦う姿勢だったりとかっていうのをたくさんの方々に見てもらいたいなっていうふうに思って、新潟でタイトルを取りたいっていう気持ちで何が何でもじゃないですけどこのチャンスをつかみたいなと思いますし、このチャンスっていうのはもう二度とやってこない、そういう気持ちで決勝戦にぶつかっていきたいなというふうに思ってます。本当レジーナらしいサッカーをしてみんなで笑ってタイトル取りたいなというふうに思ってます。チームを救うセーブをしてチームの勝利優勝に貢献できるように頑張るのと、サンフレッチェっていうこのクラブに関わると全ての人が喜んでもらえるように優勝する姿を見せたいなと思います。とにかく相手に勝つっていう気持ちを全力で出して最後まで走り切って、あのチーム一丸となって戦っている姿を皆さんに応援していただいて、最後みんなで笑えたらいいなっていうふうに思います。